人体を描くために必要な基礎知識からパースを使った立体表現、骨格の単純化まで、どんな角度からでも描ける人物画の制作秘訣を全て伝授します。こんにちは、フリーアニメーターのヒデです。数々の人気アニメーションの原画制作に携わった経験を持ち、現在は YouTuber として絵の描き方に関する動画をお届けしています。素体を描くために必要なノウハウを初心者でも分かりやすく解説し、人物画を素早く描けるスキルをお教えします。人体を立体的に捉え、体の各パーツの構造を理解しながら全身を自由に描くノウハウを学びます。人体ドローイングの知識はもちろん、実際に描いて覚えるカリキュラムを通して人体の描き方を身につけます。魅力的なキャラクターイラストを描くための土台となる人体ドローイングに興味を持って取り組んでいただけたら嬉しいです。私はフリーアニメーターのヒデです。コロソでお待ちしております。